今季高卒2年目の内田選手は勝負の年を迎えてる。昨年はウエスタンで87試合に出場し打率1割6分3厘。本塁打ゼロとプロの壁の高さを実感するシーズンとなったそう。それでも監督から助言された100打越してもいいから力強く振ることを全うし、秋のフェニックスリーグではプロ初ホームランも飛び出した。秋は良いバッティングが目立っておったわい。そんな多くの経験を積んだ1年目とは違い、結果も求められる2年目。高監督も1年目とは違い結果でポジションをつかむ立場になると話していた。迎えた2年目のウエスタンリーグ、5試合消化した時点で17打数5安打、打率2割9分4厘、1本塁打4打点と成長の一端を見せてくれていたものの、現在20試合で打率1割8分8厘、本塁打も生まれておらず苦戦中。それでも今季は逆方向へのライナー性の当たりや強い打球も目立ってきてる。そんな内田選手に高監督も、昨年とは違い打撃も守備も良くなっている、お成長を実感してるそう。今季は高卒1年目の右の大砲候補中田選手という大きなライバルも入団。中田選手は怪我明けとはいえウエスタン初出場で初安打初タイムリーを放つ活躍を見せている。ポジションもファーストと被る部分も多く、内田選手にとって負けられない選手だと思う。カープの出世番号63番を背負う内田選手の2年目は始まったばかり。結果を残し1軍デビューへと階段を上ってほしいところだね。ということで高卒2年目内田選手のお話でした。